iPad mini 7の販売日と価格について紹介をします。去年まで出ていた第7世代 iPad mini のリーク情報では2023年末に販売されるって予想が非常に多かったんですね。しかし実際には販売は行われず、現在は2020年後半の発売が有力視されています。具体的には2024年の秋ですね。これまでの iPad mini シリーズの販売日はこちらのようになっています。第1世代が2012年11月、第2世代が2013年11月、第3世代が2014年10月、第4世代が2015年9月、第5世代が2019年3月、第6世代が2021年9月というようになっています。第5世代を除いては全て秋に販売されていることが分かっています。これまでの iPad mini シリーズでは約1から2年ごとにアップデートされてきましたが、第5世代と第6世代の間には約4年の間があったわけですね。現在、第6世代の販売からブランクが3年ほどありますので、第7世代 iPad mini の販売日が2024年の秋という噂はかなり妥当なのではないかと考えられています。次に価格の予想ですね。結論から言うと、第7世代の iPad mini は第6世代の方と機能が類似していますので、第6世代の価格をある程度維持するという可能性が高いと考えられています。機能については後ほどのね、 iPad mini のスペックの方で紹介をさせてください。第6世代の価格はいくらなのかというと、最低価格の方は税込みで 78,800 円ほどです。ドル価格では499ドルですね。こちらの価格設定になる可能性が高いということです。しかし現在日本ではまだドル高円安のね、状況が続いていますので、これが続けばこの第6世代の 78,800 円からさらに価格が上昇する可能性も全然ありますので、まあ大体約8万円ぐらいになるという予想が妥当ではないかというふうに考えてもいいでしょう。購入を少しでも考えている方はそれぐらいの予算をぜひ計画しておいてください。次に iPad mini のデザインについてです。まず iPad mini のデザインは第6シリーズのデザインとほぼ変わらないと予想されています。 iPad mini シリーズは iPad よりも手軽でコンパクトですね。こちらが求められているシリーズですので、第1世代から第5世代までの画面サイズは 7.9 インチの方で統一されてきました。しかし第6世代ではホームボタン廃止の影響で 8.3 インチに画面が拡大されています。当然ですが、同じく第7世代もホームボタンを廃止されると予想されているので、画面サイズは 8.3 インチになると考えても良いでしょう。またリーク情報の一部では、新しい 8.7 インチの OLED ディスプレイ搭載モデルが開発中であるというものもありました。 OLED ディスプレイとは英語圏における有機 EL ディスプレイの名称です。有機 EL ディスプレイでは薄くて軽量で消費電力が少なく済むというメリットがありますので、これを搭載することによって同じ質量で画面の領域をさらに大きくできるということなわけですね。しかしこの技術が iPad mini に導入されるのは2026年と言われておりますので、第7世代の iPad mini には搭載されない可能性も高いです。これに関しては今後のモデルに期待したいというところですね。最後に iPad mini 7のスペックについて紹介をします。第6世代からはほとんど変更はないと言われているデザイン面とは打って変わって、スペック面では大幅な成長が期待されています。こちらが主な変更点です。チップ性能の向上、ストレージ容量の拡張、ディスプレイ技術の改善、こちらの3つとなっています。第6世代の iPad mini は A15 チップを搭載していますが、次の第7世代にはより新しい A17 チップが搭載されると予想されています。これは Apple が一般的に新しいデバイスに最新のプロセッサー技術を採用する傾向にあるためですね。またストレージ容量についてですが、現在の第6世代モデルでは 64GB、256GB、 こちらの2つから選択可能です。基本のストレージ容量は 64GB とされていますが、これは多くのユーザーにとって不十分だと考えられます。特に iPad では映画やゲームなどの大容量ファイルを保存する可能性が高いため、第7世代では最低でも 128GB にアップデートすると見られていますね。また最大容量についても現在の 256GB から 512GB に拡大される可能性が高いと、このように見られています。そしてディスプレイについては、第6世代のモデルで搭載されたゼリースクロール問題を解決するために新しいディスプレイコントローラーが導入されると予想されています。ゼリースクロールとは、画面がゼリーのようにゆらゆらと揺れているように見える不具合のことです。さらに先ほどデザイン面でも言ったように、将来的には OLED 技術への移行が予想されていますが、これは2026年以降になる可能性が高いので、次に登場する第7世代では未搭載の可能性が高いです。